自然状態とは政治哲学上の用語としては政治体を構成する以前の人間たちがどういう状態にあるのかを仮想的に表現したもの。逆に政治体を構成している人間たちは社会状態に入ったなどと言われる。以下は政治哲学におけるものに絞った解説である。自然状態は17から18世紀のヨーロッパにおいて 社会契約説を成り立たせるための理論的仮想として政治哲学者たちが暗室した。代表的な論者にトマス・ホップ・ウズ、ジョン・ロック、ジャン・ジャック・ルソー等がある。社会契約説は今ある政治体が人民を支配する根拠付けとして人民自らが契約して政治体を作ったからとするもので必ずしも政治体の発生史を正確に後付けている保証はないが 政治体の存在を当たり前のこととせず、人民が生殺して良いのだと転換したことに大きな意義がある。この社会契約説が当代、または後代、ヨーロッパの市民革命の理論的基礎となったのである。自然状態をどう見るかによって、実説のように以後の議論が分かれるが、いずれも自然状態をそれだけで完全に持続的かつ持続可能な状態とは、 考ええないことで共通している。であればこそ、わざわざ無限の自由を捨てて、人間は、社会契約を結び、政治に縛られる、社会状態へと入るという選択を余儀なくされるので、ある。政治体の存在根拠を求めて、自然状態論に行き着いた彼らは、思想史的に考えれば、当時も威いを振るっていた、王権神授説に対抗するために、極めて慎重な議論の歩みを進めたと、 強化できる。王権侵受説が聖書を根拠にする以上、それを凌駕する緻密さが必要とされたのである。多くの自然状態論は自然権に関する議論を伴う。自然権とは自然状態において人間が持つ権利である。社会状態においてもそれは人権の基礎、ないしは根本的原因となる。政治体がある種の論者の解く自然権をそのまま 人間制徳の権利として国法上保障することはむしろあまりないかもしれない。しかし社会契約説を政治大切率の根拠とする以上は社会契約がない状態、つまり自然状態において人が持つ権利多くの状況においては実力を無視することはできないだろう。そして自然権は自然法と関わる。しかし自然権と自然法の向き合い方は 論者によっては対立的であり、また非対立的でもある。ホップスは自然状態という概念をフィクションとして提示した。革命や無政府状態という状況では自然状態に似た状況が生じる。自然状態はこのような状況を理解する上でも生産性のある概念であるとされる。論者によって自然状態の過程内容及びその規決するところは大きく異なる。 万人の万人に対する闘争。ホップズはこの有名な文句で自然状態において個人が基本的に平等で、それゆえに競合状態にあることを端的に表した。ホップズによれば個人の能力は他の個人を完全に従属させるほどには不平等なものではない。また人間には他の動物と異なり理性という予見能力があるので、 動物が現に生存を脅かされた時のみ、生存の危機を感じるのに対し、人間は未来の生存の危機から現在の生存を守ろうとする。現在のみの生存が現に生きていることによって保証されるのに対して、未来の生存は未だ明らかにされていないのだから保証されることがない。ゆえに人間においては生存の優位は常に相対的である。 そのため未来の生存を確保するための欲望は再現がない。またこのような未来の生存を確保するために暴力などの積極的な手段に訴えることは自然権として善悪以前に肯定されるものとされた。前述したように個人の能力は他人を完全に純属させるほど強力ではないからこのような競合状態は基本的に永遠に続く。ところで 個人にとって最大の不幸は死、とりわけ自分の意志に反して他人の暴力によってもたらされる死である。他人の暴力は他人の自然権に由来するものであるから自然権は矛盾をはらんでいることになる。このことから予見能力としての理性は各人の自然権を制限せよという自然法を導く。さて自然権は理性の予見能力に基づいていることから 自然権を制限するということは理性、すなわち判断力を委ねることである。社会契約とは、ある一者に自然権の判断を委ねることである。社会契約により個人は、暴力も、ましてや生存権も放棄するものではないが、社会契約の結果としての国家理性、リバイアさんに自然権の判断を委ねるのである。ホップズにおいては、自然状態は不完全で、 自己完結していない状態と考えられている。ホップズにおいて注意すべきことは、社会契約を結んで、リバイアさんが形成されたとしても、個人間の闘争が決着するのみで、リバイアさん同士の闘争は永遠に続くということは、カール・シュミットの指摘するところである。ロックは、出発点においてホップズと異なり、自然状態を各人の自然権が鋭く拡築する場とは見ていない。 自然法は、自然状態からの脱出を命ずる理性ではなく、自然状態において行われるべき正しい法である。自然権は、自然状態における、自然法が保障する各人の正しい取り分である。しかしこの平和な自然状態は、常に揺れ動いているといい、結論的に、ホップズとあまり変わりのないことになる。すなわち、自然権を保障する力、自然法は弱く、 すぐに破られる。よって、自然法を守らせる、政治力が必要となる。そこで、ホップズ同様に、政治体を構築することになるが、ロックの強みは、その政治体の構成、運営について、ホップズのような悲観に走ることなく、辛抱強く細かい機関を暗出し、防衛に走らない工夫をしたことである。また、根本的に、自然状態に対する、楽観視があるため、 せっかくの政治体が暴政を行って、社会契約による信託を裏切る場合には、自然状態に一時的に服する危険を犯してでも、政府を覆す権利が当然留保されていると説く。これらは、ホップズが単に費用権侵受説的であるだけで結果として、非自由主義的な政治体を構成してしまったことへの反対論と捉えられる。が、ここも、もはや別行に譲るべきだろう。 ルソーは自然状態はあくまでも著作の論理を構成する過程であるとしている点でホップズやロックとは異なるあらゆる道徳的関係のない状態を仮定し理性を持たず他者を認識することのない自然人たちが自由に存在している状態を論じたそして理性によって人々が道徳的諸関係を結び理性的で文明的な諸集団に所属することによって その抑圧による不自由と不平等の広がる社会状態となる。不平等な社会状態であるが、しかし自由を取り戻すために自然状態に戻ることはできない。そこで社会契約により一般意思を利用した政治社会を目指すことを施行する。党派政治は自由を抑圧し不平等を形成すると考えていたルソーはすべての人間に共有される一般意思を規定し、 政治家による、党派政治を許さず、一般医師に絶対服従する政治を説いた。また、一般医師は、人々が失われた、自然状態を、第二の自然として回復すべく、社会状態へ入る際も、鍵の役割を果たす。憲法制定権力である。国際政治学においては、ホップストロックの自然状態の理論を受け入れて、国際政治の構造について、県からにしようとした。 ホップスが唱えた政治のない社会では、万人の万人に対する闘争になるという自然状態を戦争状態と同一に解釈され、その相互不信と恐怖から脱却するために政府が組織されたとする。いわゆるリアリストと呼ばれる人々は、ホップスの政府論を肯定し、戦争状態を回避するために政府間による国際政治が発生したと考え、これを ホップスモデルと称した。これに対して反対派はロックが唱えるように自然法が機能して従属や服従のない平等な状態のもとで人々が理性的に行動する限りは戦争状態にはならないという立場を支持してホップスモデルについては否定的な立場を取っている。福田寛一著政治学士東京大学出版会1985年 P322 レオシュトラウス著、ソエアイクシラワケ、ホップズの政治学、ミスズ書房、1990年、P12 から13。ありがとうございます。